第1部お疲れ様でした。ここで10分間の、休憩となります。ここで10分間の休憩となります。しっかりと、この10分間で水分補給お願いします。はい、水分補給必ず、ね、取ってくださいね。本当にお願いしますよ。特にしっかりお願いします。そして休憩後総踊り再スタートとなりますので、体熱を大きく崩さないようにお願いします。ここで10分間の休憩を取ります。会場の皆様にお知らせいたします。市電をご利用の皆様は水道庁または烏丸町の電停からご利用をいただきますようお願い申し上げます。休憩中は通り町筋交差点日本郵政前の横断が可能となりますので、この時間にどうぞ皆様移動をよろしくお願いいたします。総踊りの開催中は電車通りの横断はできません。お急ぎの方は鶴屋東館前または銀座通り臨時横断歩道をどうぞご利用ください。また安全のため会場内への自転車の乗り入れはできません。ドローンらの小型無人機の飛行を禁止させていただいておりますので、合わせてどうぞご協力をよろしくお願いいたします。さあ第1部がね、4年ぶりの総踊りを止めやす総踊り第1部が終わりまして、ね、気持ちいいですね。ちょっと風がね吹いてますし、この風を感じながら例年なく4年前に本当に涼しい中で、ね、気温地球上は暑いと言われてますけども、今日に限って今夜に限ってはね、この風が吹いてて本当に心地よいですけれども、参加者の皆さんもそして沿道の皆さんも思いっきりと楽しんでください。さあ、それでは第46回日の国祭りご協賛、ご協賛をいただきました企業団体のご紹介をいたします。第46回日の国祭りご協賛をいただきました企業団体のご紹介をいたします。アクセンチュア株式会社様、熊本商工会議所様、サントリー株式会社熊本支店様、株式会社テレビ熊本様、株式会社肥後銀行様、マクドナルド様、ユナイテッドトヨタ熊本株式会社様、株式会社笑顔様、株式会社 SB グッドインダストリー様、NOK 株式会社様、 NTT 西日本熊本支店様、まだもうちょっとあるけど、株式会社クオーク様、九州産工グループ様、九州電力送配電株式会社熊本支社様、株式会社熊本銀行様、熊本市観光事協同組合様、熊本信用金庫様、佐藤の熊本第一信用金庫様、株式会社熊本地方卸売市場様、熊本中央信用金庫様、済生会熊本病院予防医療センター様、サイブガス熊本株式会社様、三幸コミュニケーションズ株式会社様、下通り繁栄会様、株式会社仙道市場様、株式会社鶴屋百貨店様、富士通ジャパン株式会社様、株式会社ミクシー様、酪農マーダーズ様、たくさんの企業団体様よりご協賛をいただきました。誠にありがとうございます。いや、本当にたくさんの、ね、企業団体の皆様にご協賛いただきまして、そして、エントリーで踊っていただいた皆様、そしてたくさんの、県内はもちろんでしょ、そして県外、海外からもたくさんの方がこのお手目安踊り参加していただいております。本当に4年ぶりの完全開催ということで、日の国祭り自体は昨日から始まりまして、昨日、今日、明日の3日間開催されます。
今夜そのメインイベントのお手前は総取りが行われてますけれども、上通り、下通り、新市街、そして熊本町中広場、いろんな会場でいろんな美味しいものだったり展示だったり行われてますので、この3日間明日も行われますので、ぜひ皆さん美味しいものをね、各会場で楽しんでいただければと思います。こちらのコンテスト実施中です。コンテスト実施中ですけども、審査員の先生方これ大変じゃないですかね。ちょっと菅氏さん、お越しください。菅氏さん、ここまでご覧になって、ちょっとステージ上がっていきましょう。ここまでね、ちょっと途中、第1部が終わったところですが、菅氏さん、どうですか、見ていただいて。いや、もう最高に楽しいですよ。最高に楽しい、楽しいんじゃなくて、審査員ですよ。あ、すいません、間違えてました。ねえ、はい、ただ楽しかったですね。どこにどう点数つけるか、ちょっと難しい。そうなんですよ。最初ね、厳しめにつけちゃうと全部厳しく審査員、あの菅さん的には、はい、あの審査のポイントを教えてください。審査のポイントはやっぱりね、いかに楽しんでるかっていうところを、はい、僕は重点的に見させていただきます。その表現を体でね、ちょっと表すとしたらお願いします。どんな感じ。はい、このぐらい。ありがとうございます。お願いします。はい、菅さん、ね、盛り上がります、ね、はい、こう見えて審査員ですよね。審査員です。審査員、引き続き第2部もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、いや審査員の皆さんもね、これちょっと難しいと思いますけどもね、審査を続いております。コンテストも行われております。さあ、総踊りにご参加の皆さん、まもなく総踊りを再開いたします。休憩前の場所に戻って準備をお願いします。各団体の皆さんは隊列を整えてスタートに備えてください。進行係の方は担当の団体の隊列の整理、それから誘導をお願いします。進行中も極力前が開かないようにどうぞ皆さんお願いしますね。総踊り開催中は電車通りの横断ができません。お急ぎの方は鶴屋東館前、または銀座通り臨時横断歩道をどうぞご利用ください。電車通りを横断中の皆様は間もなく横断ができなくなります。どうぞ歩道にお願いいたします。さあ、間もなく、第2部のスタートとなりますので、各団体の皆様隊列をお願いいたします。そしてコンテストですが、第2部のグランドフィナーレ、その前に発表をします。グランドフィナーレ、こちらの前にですね、発表いたします。発表して最後にグランドフィナーレといきますので、はい、どのチームがね、いろんな賞を輝くのか、たくさんの賞がありますので、皆さん、そちらコンテストを踏まえております。このお手前総踊りはコンテストも踏まえております。そういった見どころもありますので、でも楽しいでしょ。思い思いのそれぞれの団体がね、振り付けも違いますし、参加しているこのメンバーのね、層も違いますから。そうですよね。だからお子さんだったり、うん、ねえ、年の上の方だったりたくさんですからね。年の先輩方ですよね。先輩方、先輩方、失礼いたしました。いろいろね、本当に面白い団体もありますし、そしてね、企業は企業でも若手だけでエントリーしたという団体もありますから。うん、さあ、ということで第2部が間もなくスタートいたします。第2部、申し訳申しましたけれども、第2部の、グランドフィナーレラスト1曲の前にコンテストの結果発表もありますので、ということはもう第2部の途中には結果が決まってしまう可能性があるということですね。そうです。だこの第2部のスタートと同時に皆さんもう PR を思いっきりしてた、してもらわないといけませんね。それが大事です。そうですよ。どうやってやるか、でも思ったよりも本当に気温もね、落ち着いて涼しい、本当に踊りやすい気温だった。そうそう、やっぱり風がね、ちょっと出てきましたから、はい、やっぱ皆さんにとってもいい環境ですよね、今日は。はい、さあ、ということで間もなく第2部、まだね、揃っていないところがあるようですけれども、さあ、各団体の皆さんは、隊列をお願いいたします。各団体の皆さんは、まもなく第2部がスタートいたします。準備をお願いいたします。はい、市電をご利用の皆様は、水道庁または烏丸町の電停からご利用をいただきますようお願い申し上げます。総踊り開催中は、電車通りの横断はできません。お急ぎの方は、鶴屋東館前、または銀座通り臨時横断歩道をどうぞご利用ください。また、安全のため、会場内への自転車の乗り入れはできません。ドローンなどの小型無人機の飛行を禁止させていただきますので、合わせて皆様どうぞご協力をよろしくお願いいたします。
さあ、間もなく第2部がスタートいたします。皆さん、間もなく始まりますけども、準備はいいですか？いいですか、皆さん。いいですか。この4年、3年なかった4年ぶりの、このね、完全開催ですので、この3年できなかった思いというのを思いっきりぶつけていただいて、この第2部終わりましたら、もう次やってくるのは来年です。その分の思いを、活気を、そして元気をですね、この熊本火の国祭りから、ね、発信したいと思いますので、はい、沿道の皆さんも一緒に盛り上がっていただきたいと思います。参加者の皆さんはもちろん盛り上がってます。沿道の皆さん盛り上がってますか？盛り上がってますか？沿道の皆さんに負けないように、参加者の皆さん、まだまだ行くぞ。さあ、それでは準備はよろしいでしょうか、皆さん。もうね、すぐ始めてるんですよ。すぐ始めてもいい感じなんですけど、今審査員の先生方が配置についております。はい、審査員の先生方、今配置の方に担当に使われております。この先生方が揃い次第スタートいたします。よろしいですか。もう本当にこの第2部のスタートの方で審査の結果が決まってしまいますので、そうですね、スタートからガンガン飛ばしてください。ガンガン飛ばしていただいて、その審査コンテストにどう響くのか、でそれぞれ、ね、団体の皆さんもそれ練習されてますので、はい、練習の成果を十分に発揮していただいて、ね、これまで踊りを覚えるのが大変だったという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、さあ、それで第2部のスタートとなります。まもなく